はい、こんにちは松岡です。今日もね、めちゃめちゃ古いプラレールを買ってきました。レアかどうかは、まあレアって言ったらレアなのかな、まあ結構古いプラレールを買ってきました。こちらでございます。千代田線の6000系なんだけども、銀ピカなんだよ。ということで開封してみたいと思います。うわあ、めちゃめちゃ光ってる、じゃあちょっと先頭車から見てみましょう。こんな感じ、めっちゃ光ってるね。僕が映ってるわ、鏡みたい。あのシールの汚れとかは、シールの剥がれはないし、まあもう何十年前、僕が生まれるぐらいの時よりも前だから結構汚いけども、まあわりかし原型が残ってるよね。すげえと思う。ちょっとゴムタイヤが完全に劣化してるんで、これは交換しましょう。で、動かないって書いてあったんだけども、本当に動かないみたい。ただね、ギアの割れはないから、まあいいかなと。交換したり、ちょっと修理して、最終的に動かしたいなと思います。まあ、とりあえず、ね、最初は分解して、台車の方は洗います。次、中間車。はい、めちゃめちゃ銀ピカ。銀ピカ、めっちゃ綺麗じゃない。まあ綺麗じゃないんだけどね、結構ね、傷もこれ割れてないよ、傷だから。傷っていうかちょっと剥がれてるのか、塗装が。うん、結構ね、もう鏡、ほら、見たら僕の顔がもう一個映ってる。はい、すごく古い、メイドインジャパンです。はい、次こちら後尾車、超ボロボロ、悲しいね、これボロボロだわ。でね、パッと触ったところ、やっぱホコリまみれなんで、これ綺麗にしていきたいと思います。いや、これさ、これよく売ってたよなと思って、しかも500円だったんだよね。ということで今回こちら千代田線6000系の買ってきました。ということで今回はこれで以上でございます。